はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。さあ今回は YouTube 見てる皆さんね、これニックネームの設定しませんかということですね。ニックネームって何っていうと、はい、これですね。このニックネームです。こうやってね、コメント欄見てみんなアットマークのなんかぐちゃ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 ってこう出てくるよね。で本当はあのニックネーム設定があったんだけど、それを表示できなくなったんだよね。でこのアットマークでおや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 っていうのがあるんだけど、元気なおじいは今ねアットマーク元気なおじいで表示されるようにたった今行いました、ね。でこの手順を知らない方、ね、今から説明するのでこれやりましょう。そういうことで、誰でもできます。でこれがこの間ねコメントをいただいたこのかなさん、ね、私も解約でポイントもらえなかったからマジで許せない、建物で使えなかったから正当な解約なのに継続させたいなら電波どうにかしてよっていうね、このかなさんで、このかなさんがニックネームはかな、ね、でこのアットマークのねこれのやつがアットマークかなマイナス V9J、ね、だからこれがこのね、このようにこの設定の名前が出てくる。で元気なおじこれ見た時すごい違和感があって、あれカタカナと思って、英数字以外は設定できないはずなのにカタカナと思って、おじびっくりしたんだよ、あれと思って。それでおじいは調べましたね。この皆さんあのチャンネルね、まあ、チャンネルを作って、要はアカウントチャンネルを作ってコメントしてるでしょみんなね。コメントしない方はあのチャンネル少なくていいけど、コメントする人はあの作るよね。それでこのチャンネルのカスタマイズのこの基本情報というところにあります。この基本情報をこうやって開くと、こうやってやって、であのここが名前元気なおじいっていうねニックネームの名前になります。でこのアカウントのこのアットマーク、ここの2番目のところね、ここです。ここのところがおじいはローマ字で元気なおじい1だったんです。で平和なおじいが2、忍びが3とかね、4、5ってこうやってあのこうやって分けてたんだけど、しょうがないからね。でこれを元気なおじいで日本語でやってみた。そしたらこれが使えるようになってました。多分先日のアップデートからだと思う。でまだここのアカウントのところは英数字を追加して固有のハンドルを選択しますって書いてあって、前は英数字しか使えなかったんだけど、この間のアップデートでどうもねこれが使えるようになったのかもしれない。これね、元気なおじいってやったらそのまんま緑のチェックになったんで、おっと思って、であのそのまんま、設定更新をやったら、一応あのセキュリティでね、2桁の番号がこう出てきて、別の端末とかでね、あなたですか、はい、心当たりがあります、で数字は何ですかつって表示されてるのをね押してくださいで、それで、それで有効になります、ね。なので皆さんねこのように、まあ、元気なおじいって設定した後はこのようになります。他の人のやつから見て自分のから見てね、こうやってなるので、まあ、この方がいいでしょう、ね。なので皆さんもともとのニックネームがあるよ ね、 これね、このニックネームをアットマークの後ろにつければ OK です。であとおじいがいつも言ってることなんだけども、このニックネームは誰がどう見てもニックネームだよねって分かるニックネームじゃないと第三者に対して迷惑がかかります。誰がどう見てもこれはニックネームだよねっていう名前にしましょう。実名なんて使うのは今のこのご時世ね、もうバーです本当ね、実名なんか使うんじゃない、ね。で
あのたまにね名前っぽいのをつけて実名は使わないって言ったら、わしのこれは実名じゃないから大丈夫じゃってね言う人がいるけど、それはなりすましという犯罪につながります。なりすましです。何度も言います、なりすましです、ね。だからのそういうのはトラブルの原因になります、ね。ニックネームは誰がどう見てもあはこれはニックネームだよねっていうね、そういったものをつけるようにしましょう、ね。あとあのニックネームじゃないとおじいのところではあの紹介できないからね、本当ね。あの後から記事もつけないし、ね。はい、そういうことで、ニックネーム設定、まあ、今まではね裏技使わないとそのハンドルネームがね表示できなくなったけど、もうアップデートしてからあのアプリが使えなくなっちゃったんでね、こうなっちゃうんだけども、いやこれでまた昔のように戻ったね、皆さんちゃんと日本語でニックネーム表示ができるようになりました。おじいもだから横文字の元気なおじいはやめて、ちゃんと漢字にしました。さあこの動画を見た皆さん、ニックネーム設定しましょう、ね。でこれあの誰かに教えてあげるときはね、あでね知ってる、元気なおじいの動画で見たんだけどニックネームの設定がねまたできるようになったんだよ、知ってる、やり方わかんない、じゃあここだよっつってね、この動画のリンクを教えてあげてください、ね。はい、そんなわけで終わります。短い動画だけど終わります。ニックネーム設定でした。さあ急げー変更しよう。じゃあね、みんなニックネーム変更したらこの動画にコメントしてくれたらね、またあの次回の動画で紹介したいと思います。またね、バイバーイ。